葛飾の防災備えちゃお。葛飾の防災備えちゃお。活用備えちゃお。皆さんこんにちは。今日も始まりました葛西由香と佐々木健二がお送りする活防備えちゃお。めっちゃ上行きますやん、うん、もうなんかこの辺頭の上の方走ってましたね声が。もうね疲労困憊してんだよ俺。どうしたんですか。岩手に戻ってた実家の。でキュウリとか、うん、ナスとかを植える、うん、あの畑がうちにあるのね実家に。そうね、スタジオ2つ分ぐらいの広さなんだけど。それは販売してるんですかできた野菜。うん自分で自給自足用いいですよねそれ、うん、困らない本当に。そう、うん、でそのまあ種を植えたりとか育てるのはうちのおっかがやるけど、うん、土作りは俺やんなきゃないわけ、うん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 、でその起こすとこから、うん、クワダのこう胸ってほら山みたいなの作ってさ植えるじゃん。綺麗にね、あれを全部やんなきゃないわけ。腰さくる、あ腰いでーとか。本当にあの農家さんって腰が強くないとできないみたいですね。すごいなあれな、うん、でさもう右の背中が痛いわけよ腰が。でなんでって言ったらそのクワ持った時にこうやっぱ同じ方向のばっかしやってるらしいの俺、うんうん、だからおめダメなんだよとかって言われる。そうっすかって感じ。左右使いこなさなきゃいけない。そうなの。だけどさあのクワとかさあの何こうカマとかさ、うん、ほんとよく考えられてる形だなと思って。その最初こう畑を起こすじゃん。そうするとこう粗い土になるわけよ、うん、一応ボコボコって柔らかくなるけど、うんうん、でその後クワを入れてこうなんちゅうのこうあの悪魔のさこう鎌みたいなのあんじゃん、うんうん、あれの平べったやつなわけよ、うんうん、クワってたら、うんうんうん、であれでズボッと土を取って空に上げて、うん、バサバサバサってやると今度粉状になってくんだよね、うんうんうん、降りてくる落ちてくるものが。そう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 、うん、でどんどん細かい土になってって、うんうん、その生育しやすくなるってわけよ、うん、よく考えたなこれと思って、ね、その道具はもうだいぶだいぶ前から使われてるね日本人の知恵ですよね。すごいよね。なんか今福島にいると農家が身近にあるんですよね、うん、でお隣ご近所の方も今も農業やられてて、うん、であの避難しましたよね福島の方々って、うんうん、で9人家族、うん、9人家族というか、まあ、家族とご近所さんまとめて、うん、あのそのある人の親戚の家に行ったらしいんですよ。そしたらその親戚の家はプラス9人の人が一時的に増えるわけですよね。でもでしかも福島県内、うん、だからその原発があってで、うん、その放射能からちょっと逃げるために、うん、放射能の危険性がない福島県内に9名が逃げたわけですよ、うん、なるほど。でも同じく被災地じゃないですか。そらそうだ。で食料もちょっと不足してたらしいんですけど、それ食料大丈夫だったんですかって言ったら、うん、ほうそういえばそうだよなとそうなのよ。でももう自給自足だから、うん、いや米は1年分ぐらいプラスアルファであるし、うん、野菜もな庭行きゃあるしな、うん、いっぺんあるから取ってこうって感じだもんな。であさすがですねやっぱり自給自足は強いわって言って。おっかにさ、うん、あの戦争当時の話聞いたの。おっかはまだ小学校らしいんだけど、うんうん、やっぱさあの食料とか大変だった。いや同じよ。何食ってたの。いや鶏肉食ってらったし大根もあったし米もあったし、うん、何にも大丈夫だったっていうの、ね、だからやっぱりその自給自足の能力すごいよな。今、ね、ケンジさんも土を起こしたっていう話ありましたけど、うん、それを今の現代人ができるかっていうね。本当できるようになってるのが、まあ、この防災ですよ ね、 それもね。いや本当に、うん、そう思うのよ。うあのだからさちょっと防災にちょっと近いかというか分かんないけどさ、うん、うちの近所に昔ね、うん、水車があったの、うんうん、俺ちっちゃい頃、はい、であれってさ結局水の力だけでさ、うん、いろんな粉もんにできるじゃん。いろんな粉もんにできる。あの水車が回ってそこの中では、はい、回ったその軸に引っかかって木がねトントントンってあのこう餅つきみたいになるのよ。あそこにこう小麦粉とか入れんの。そうすると粉になるわけよ。それってさ電力とかいらないじゃん。エネルギーですね。エネルギーなのよ、うん、ああいうのとかってやっぱ何かしら残した方が良かったんじゃねって今だと思うもんね。でもそういうねものに気づいたのであれば改めてね、うん
そういうこうエネルギーの使い方とかをキャンプで学んだりとか、あ、それもあるね、いろいろできそうだな、うん、じゃあケンジさんの家に押しかけよう。いいよ学ぼう。いいよ、ね、一泊2万8000円な、高っ。高くない、大丈夫、俺フルアテンドするから。え、フルアテンドするから。フルアテンド、はい、ってことはケンジさんの人件費じゃないですかそれ。なんかやだな、なんだか稼ぎに来たぞ。いろいろな、そうだ、うん、いやでも本当ね、その田舎の古民家に行って、うん、キャンプをするっていう体験はやっていきたい。面白いと思うよ、うん、どんどんやりたい、うん、うちいいよ、うん、いいよ。あとまあ福島もね、ああ福島も、福島ツアーもね、というようなことで、まあ、自給自足も大事ですけれども、うん、活防備えちゃおうは頭の片隅で防災について考える時間でございます、うん、はいはい、1時間生放送でお送りしていきます。12時30分までいろんなゲストさんもねお招きしてお送りしたいと思います、うん、それではあなたも一緒に備えちゃおう。続いてはあなたに聞いちゃおうのコーナーです。この時間は大学生大学院生にご出演いただいて、その方の視点で防災についてお話をしてもらっています。第2週目は、うん、大寺千尋ちゃんが担当なんですけれども、うん、チロちゃんだね、うん、チロさんハニーチロみたいな感じだね、なんかねミスタードーナツめちゃくちゃ言ってしまったけど普通に個別の店舗名大好きなんですよ。うまいよな、うん、あのパリッとした感じがね最高だよな。そうなんですよ、なんてこと言うんだよおめえよ、ね、お腹すき痛い失礼しました。でそのチロちゃんが、うん、今高知にいるみたいで。あ、そうなの。そうなので、今日は代わりにですね、うん、先週も出てくれました、うん、デジタルハリウッド大学3年生の宮本真央ちゃんです、うん、よろしくお願いします。お願いします。デジハリだな。デジハリ。デジハリです。な、女性監督。目指してます。ああ、そうか、目指してんのか。目指してます。まだ名乗れないです。そうか。いや、真央ちゃんね、2週目じゃないですか。うん、で、先週終わった後に、うん、まあ、チロちゃんが私は共有してもらいましたけど、チロちゃんに、うんうん、短編動画、うん、作った短編動画ね、うん、私とケンジさん拝見させていただいて。うん、まあね、先輩からいろいろとこのスタジオに入ってきたら、うん、短編小説に対していろいろ真央ちゃん言われたわけですよ俺らにな。そうです、うん、まあ、私はほとんど言ってないですけどね、ケンジさん。ほぼ俺だないや、それはやっぱりね、映像を見慣れてたりとか、うん、ね、いろんなのを見てるので、うん、いや、真央ちゃんすごいなと思ってたんですけど、うん、もうずっと笑顔でね、うん、そうですよね、そうですよねってちゃんと聞いて、うん、すごいよね、わかりました、ね、勉強しますって言って、うん、えらい素直な子だなと。俺もそう思った、まあ、もう心の中で何クソこの親父って思ってるかもしれないですけど、うん、本当はな、ちょっとオープンユアハートうるさい親父って出てくるよないやでもね、こうやって素直に受け止めて、うん、で次の作品にじゃあ生かしてみようとか、うん、まあ、こういう勉強してみようとか、こういう姿勢が大事ですよね。俺はダメだった。いや、だから心の中でどう思ってるか分かんないけれどもね。あ、そうか、うん、でもあ、そうか、思ってる、どう思ってるか分かんないけど、うん、でもそういう人であってほしいなと、うん、そうね、おばちゃんは思ってました。おじちゃんもそう思うなんか素直であるというね。え、笠井さんはなんかそういうの自分で作ったもの言って、うん、20代の時だよ、20代の時前半、はい、はい、20代前半に、うんうん、いやこれちょっとダメだよおめえよって言われたらどうなってた。私、うん、基本的に自信がないので、お、結構言われたら、うん、はいってなってすごい反省して、でもそれがだんだんと怒りに変わってくるんですよ。あ、なるほど、少しずつ。最初は本当にもう本当すいません、ね、うん、私なんか作っちゃってごめんなさいってなるんですけど、うんうん、なんか、うん、言われすぎじゃない私と思ってもう悔しさ、その後に負けず嫌いが出てきて、申し訳ないけど次お会いした時はギャフンと言わせていただ、うん、言っていただきますよぐらいの見た真央ちゃん今の目そうそう、もう怒ってましたね、お家に帰るとちょっとこ見てよ目してなさい今だからそれでギャフンと言わすその顔を見るためにめちゃくちゃ努力という、努力っていう言葉がいいのか分かんないですけど、うん、めっちゃやる、で次に備える、で次ドヤってドヤ顔で見せる、ほら真央ちゃんもすごい顔になったよ今え、真央ちゃんそういう系統。いや私はですね、まあ、とりあえず違うんだよ、いや受け取るものだけ受け取って、うん、お家で帰ってもう一回考えるタイプですね。あれは自分のどこに合っててどこは違うんだろうみたいな。なるほどね、
はあ、そうですね。いい、大したもんだな。ここ俺らとの違い。うん、見極めね、うん、俺ら直球すぎる、うん、全部受け止めるもん。はいって言って、で単純すぎる俺ら。もう笑えばいいとかと思ってるから、あ、笑えばいいってそんな思ってない。そんな思ってこれが楽しいでしょって感じだもん。楽しけりゃっていうね、うん、最終的にそっち行こうっていう方向に行ったじゃないですか今。なんかでごめんごめん、うん、あのさ俺一個聞きたかったの、うん、あの撮影とかさ、まあ、短編とかやってる時に、うん、撮影現場って結構非常事態じゃん、いろいろこう、うん、その逼迫した感じだし、うん、その時にこう持ってて便利なものってある？なんか、なんだろう、でもやっぱりスマホは私怖くて手放しちゃうことが多いので。怖くて手放しちゃう？あの通知とか鳴ったら録音、うん、音取ってたら音入ってそのシーン全部使えなくなっちゃうので、やっぱスマホはすごい通知機内オフとか電源切ってしまっちゃうので、うんうん、それ代わりになんかやっぱ不安でメモ帳とか持っちゃいますね、まあ、脚本は絶対みんな持ってます、手元に脚本とマシン割りとか交番表とかは絶対持ってますね、うん、そういう風なものをこう入れるなんかバッグとかないの？ あります、あります。なんか人によってジャケットにポケットがついてるものとか、うん、例えばそういうものとか、まあ、斜め掛けのうん、脚本バッグみたいなのがあるんですよ。はいはいはい、絵本、本ってこう本カバーあるじゃないですか、本の、うん、あれがバッそのまま紐ついてバッグになったみたいなとかは持ってる人はたまに見ますね、うん、あれってすごい撮影現場では先生に持っとくといいよっておすすめされました。そういうの聞きたかったの。、うん、俺そのほらロケとか行ったりするじゃん、その時職人さんがさつけるさ腰バンドってあるじゃん、腰ベルト、うん、で袋ついてるやつ、うん、あれダブルでついてるやつあるんだよ、うん、すっげえ便利よ、うん、でそこにそのペンとかそのノートとかそういうのも入れれるし、うん、ベルトのところにこう何養生テープ巻いたりとかさ、うん、いろんなのができんの、うん、なんかねなんつうのこう防災の時とかにこう、うん、一つにまとめてるリュックみたいな感じなんだよ、うん、これ一個ガシャッとつければ、まあ、とりあえず撮影の時にそうある程度のものがあるっていう感じの、あれはいいね。確かに なんか私いろいろ血迷ってっていうか迷うな。エキストラ参加みたいな撮影現場にちょっとしばらく行ってた時があって、その時に裏方の方で、うん、腰にすごいいろんなものをつけてる人がいて、 そのバンドってことですよね、うん、そう本当に備えてる人っているんですよね。そうなの、できる人ってきっとスタッフの中でできる人って、うん、ちゃんと備えてる人で、そうなの、 あれないじゃんなんとかなんとかって言った時に、うん、これありますって言って、そうなの、出したらお前やるねみたいな感じですごい評価されてたなと思って。まさにそれ。でもそういう人ってもしかしたら防災力もあるのかもって思った。あ、確かに、ね、あると思う、絶対あると思う、備えることに慣れてるから、うん、きっとあの現場に行ったら今日雨降るかもしんないからあの感じの雨具を持ってってとかってこうイメージできんだよ、想像すんのよ、うんうんうん、なんかそういうのやんない？やりますね。なんか私結構妄想しがちなので、うん、想像は結構いろんなことしちゃいますね、うん、であれなくなった場合のもう一個予備とかさ、うん、電池とかもそうだけど、うんうんうん、なんかそういうのとかこう揃えんのよ、うん、結構ね俺防災近いんだよあれ。確かに撮影現場ってな結構ピンチな時あるしな。ピンチばっかりじゃん撮影現場って。アクシデントばっかりだよね。そうですね、なあ、うん、それにどう対応できるか、臨機応変な対応めちゃくちゃ大事やもんね、うん、で下手すりゃないからじゃあそこにあるもんでなんとかしようって時あるもん、あるでしょそういうの。ありますね。あ、どうする、あ、ここいらない紙たくさんあるよ、これ使えるんじゃないみたいな、うんうん、ありますね。そう俺すっげえ昔80年代の時にまだ当時ヒーローショーってあるじゃん、うん、であれの、パッケージがない時代で、うん、自分たちでぬいぐるみを借りてくんの、うん、東映から、うん、で自分たちでその振り付けとかするのよ、ストーリー作ったり、うん、で洗濯をして返すんだけど、その前にちょっとなんかホームビデオ撮んねえとかって話になってそれ稲毛の山とかに行くわけさ。でその時に変身する前の人がそのこう綺麗な顔してるじゃん、うん、でヒーローがやられてそのボロボロになって人間の姿と戻ってる時になんかおかしいよなっつって、
水たまり入れっつって水たまり入ってドロドロしてハッハッハッってやってやだいやその臨機応変だってそういうことなのよ、うん、そうですよ、ね、いざとなったら何でもできるみたいな、うん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 、他なんかない？え、臨機応変ですか、うん、そうですね、なんかやっぱ想像にプラス心配性があることで備えるじゃないかなって思うんですよね。私結構備える側ではないので、そうですね、備えてる人に助けられてきた側なので、私は想像して止まっちゃってる。そこになんか心配事が あるからこそ、あ、電池もう一個持ってとこっかなとか、あ、これ養生テープもう一本必要かなとか、うん、そういうのにつながるんじゃないかなって今聞いてて思いました。じゃあ実際災害の備えって何かしてんの？いや、私本当にしてこなくて、今一人暮らし監督なんですけど、ね、監督しっかりしなきゃな。監督すいませんそういう、どこだっけ出身は？出身栃木県です。栃木県か。じゃああんまり大きな災害とかもあれなのかな、うん、直接的なものはないのかな。あ、そうか、うんうん、なのであのおじとすごい仲いいんですけど、うん、おじがあの防災用バッグ、あのリュックか、うんうん、なんかいろいろ入ってる水と か、うん、なんかシートとか、あの水入れるだけでできるお米、うん、ご飯っていうんですか、ね、うんうん、とかを一式入ったセットを送ってくれましたおだからそれをいつでも取り出せるとこに置いてます、うん、それだけですね。素晴らしいな。でもそのおじちゃんの、うん、本当に監督おめえがしっかりしなきゃダメだろうがよそうですね、ちょっとそれをしてあげられる側にもありたいですねとか教える側だけでもいいので、うん、確かにね、教えてもらって、うん、まあそうだね、あ、それはそう、次は教える番、うんうん、ちなみにもしそのバッグがあって、うん、それにもう一つ自分はこれは絶対なきゃダメだなっていうものって何？入れるとして。あ、そうですね、ちなみに、はい、ちなみにちなみに多いな。笠井ちゃんは、うん、アクセサリーだっけ？あ、絶対にもう逃げるときに身につけるもの、うん、これだけはっていう。命とは関係なしにね、さ、避難所とかで落ち着くだろうなって、うん、あ、すごい被ってしまって申し訳ないんですけど、うん、私母の、 あの結婚指輪を私が持ってましてですね、それは絶対に持って逃げますえ、つけてんの？いや、持ってるの？ネックレスリングだからネックレスにできるじゃないですか、だからネックレスにして今は宝箱みたいな可愛らしい箱に入れてるんですけど、うん、それは絶対持って逃げたいですね。それとそのリュックは近いとこにあるの？あ、めちゃめちゃ近いです。もう隣の棚にあります。じゃあ、ね、パッパッパッって逃げられる。逃げられちゃいます。でこの先週今週と防災にちょっと触れつつあると思うけど、うん、じゃあそれまではまーちゃんは触れてなかったってことだよね。多分意識もあんまりしてなかった。もうあの東日本大震災の経験のみで、うん、その川の氾濫とか火山とかも全く経験したことないですね、うん、そうだよね、うん、そうなったらなんかこの番組なんでやってんだろうとか思わなかった？最初防災の番組って聞いて何なのって思いました。思いますよね多分。ラジオ、そうですね、ラジオってやっぱそのアイドルの方とか俳優さんとかがやってるイメージだったので、うん、はいはいはい、アイドルと俳優がやってますけどもちろんですよ、ね、もちろんです。何今のなんですけどみたいな。いや、そのままやんね。おいでジルベル。なんでこう書いてるの？ジルベルって誰よ。もう誰？フランス映画さっきフランス映画の話してたから出てきちゃった、うん、そうです。まあ、うん、アイドルさんと俳優さんがなんで防災の番組をやられて、そもそも防災のラジオってあるんだな。アイドルさんがって言った言ったな。ごめんね、まーちゃん言ったな。違う、うん、届きになるだから防災の番組ね、うん、あるんだなっていう、なんか、うん、はてな、頭の中にえみたいな思いました、うん、だね、だから防災っていうキーワードでパッて連想されるものって今の時点で、え、なんか悲しい気持ちになることとかですかね。悲しい気持ち。防災ってことは何かが起こる前提で、その何かが起こった時ってめちゃめちゃ自分悲しむんだろうなって思いますね。ああ、ほう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 。それはそれでいいスタートだな。あ、本当ですか。悲しくならないためにじゃあ何するって考えればいいじゃん、うん、
そうですね。なるほどね。それが防災なのかな。いやこう本当ね、真央ちゃんって多分そのなんか感情とか、に多分常にこう映画を作るとかそういうことを意識して生きてるから、なんかそのそういうことが起きたらどういう感情に自分がなるんだろうとか、多分いろいろ想像するんですよね、そっちに。でも、防災って言われたらやっぱり怪我とか地とか、なんか建物とか、多分そのね、人によってパッて連想することが全然違うんですよね。そうだよな。なんか私今伝承館っていう東日本大震災を伝えていく館施設の研究員でいるじゃないですか、でみんな感想を書いていくんですよね、アンケートの中にね、でその11歳とか小学生とかも結構見学に来てくれるんですけど、全く違うから、その一言一言が、ほんの一言書くのにみんなが幸せであるといいなと思ったとか、って書いたり、建物がたくさん倒れてて怖いなと思ったとか、もういろんなものの展示を見た後に感じる、最後に残ることって本当にみんな様々なんだなっていうのが、でこうやってこう人はこう気になることとか関心事がこうバラバラになってって、まあ、それぞれの生き方に結びついていくんだろうなって。なんか真央ちゃんは多分そのね、感性がすごい豊かだから、そっちに多分気持ちがいくんだろうなって改めて思いました。なんか作品とかにそういう要素って入れてみるっていうのもどうなの？そうですね、ありなの？ありだと思います。でもやっぱり経験したものが少ないので、そういうものを比喩表現するのは多分経験してる人より劣るとは思うので、やっぱドキュメンタリー撮ってみたいですね。なるほどね。ケンジさんのその映像にするのはありなのっていう質問は、映像にするんだよっていうそういう言葉ですよね。そんなわけないじゃん。いやいやいや、ここに出会ったからには真央ちゃんと、この番組に携わったからには1本ぐらい作りや、防災テーマでぐらいのね、なんかね、うち近いらしいからね。めちゃめちゃ近い。一緒に作ったらいいじゃないですか。ねえ、ちょっと日に早そうかな俺これ。あ、だし多分ドキュメンタリーとかめっちゃいいじゃないですか。ケンジさんのその今まで出会った方々の誰かを、真央ちゃんが、まあ一緒にケンジさんとインタビューしていって、真央ちゃんが監督として映画化していくっていう。釜石にいた、そういう人。お、岩手県の。大敵に浮かんだよ。そういえばこれは映像にしたいと思った、その人の。だ、津波にこう飲まれて車ごと流されてって助かったおばちゃんがいるんだけど、すげえ話だった、その人の話。そういうのとかありかもね。ぜひね、真央ちゃんにその事象を見て、そういう人の話を聞いて、そうなんかこう悲劇のヒロインみたいな映画を作るのってもしかしたら簡単かもしれなくて、でもその本人は別に私は悲劇のヒロインになりたいわけじゃないっていう感想を持ったりとか、多分その一人の経験された方の中にいろんな要素があるから、そのどこを切り取るのかっていうのをね。でも面白そうだな、やってほしいな。それこそその短編作ってほしい。あ、本当ですか。なんか福島とか行こうよ、そしたら。挑戦してみたいです。記録映像として作るみたいなさ、1本ぐらい1人いるんだよな、撮りたいなっていう人。やるしかないな、これは。やるしかないです。出会っちゃったからにはね。出会っちゃったからには。ありがとうございます。今日はね、真央ちゃんにちょっと防災のお話をもう本当にね、触れたことがない、あのデジハリで短編映画を学んでいるデジハリ、真央ちゃんなので、ぜひなんか防災のことも意識していただきたいなと思います。意識します、はい。また真央ちゃんなんかすぐに出てきてくれるような気がしますが。来るよ。一応ね、あのチロちゃん2週目あれなの で、ね、はい。またこのあなたに聞いちゃおうのコーナーは、この大学生大学院生にご出演いただきまして、その子の視点で防災について語っていただくお時間。今日はデジハリ。デリじゃねえわ。間違えた。よくない。食いもんじゃねえんだから本当に。デリバリーね。分かったわ。言えないわ。デジタルハリウッド大学3年生の宮本真央ちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。地震の時は頭を守ろう。笠井由香と佐々木健二がお送りする活動備えちゃお。ごめんごめんごめん。備えちゃお。備えちゃお。さあ、第2週目はチャオチャオドラマのお時間でございます。葛飾区民の劇団の方々に脚本も書いていただいて、ラジオドラマをお送りしております。今うんって言ったけどマイク入ってなかったね。油断してた。おい、すいません。何年やってるんだ。申し訳ないです。
ちょっとやっちまったみたいな顔しないでくださいよ前で。は、俺やっちまった。ニュアンスしよう。ということで、チャオチャオドラマね。今回はですね、小野直美さんが脚本を担当してくださいました。で、あの親子で、うん、今日は出演してくださっている渡辺さんというお二人、渡辺里子さんがお母さんで、渡辺琴音ちゃんが娘さん、小学校3年生の娘さんなんですけど、親子で出演してくださっています、うん、ダイヤモンドというタイトルです。ほう、はい、今日はどんな内容なんでしょうか。それではチャオチャオドラマお聞きください。チャオチャオドラマダイヤモンド、出演渡辺琴音、渡辺里子、作出演波尾。どうぞ教室の中にお入りください。失礼します。あ、お母様こちらにおかけください。心さんこっちに座ろっか。はい。それでは三者面談を始めたいと思います。3年2組担任の小野です。1年間どうぞよろしくお願いいたします。心の母です。よろしくお願いいたします。小学校3年生になって1ヶ月が経ちました。心さん、新しいクラスはどう？楽しい。あ、そう、よかったわ。何か困ったことはない？下駄箱かな。下駄箱、一番上だから靴が入れづらいかな、私背低いから。ああ、先生気がつかなかったわ、ごめんなさいね。明日変えましょうか。ううん、大丈夫、頑張れば届くし、あやかちゃんとゆいちゃんがたまに手伝ってくれるから。そう、まあこれから身長もぐんぐん伸びると思うから、もうちょっと我慢してちょうだいね。うん。心さんの学校での様子ですが、勉強も係の仕事も本当によく頑張っています。お昼休みにはお友達と校庭で元気に縄跳びの練習をしています。二重跳びを連続で何回跳べるか競い合ってるようです。知っています。え、昨日は彩香ちゃんが32回、ゆいちゃんが8回で、心は13回、一昨日は彩香ちゃんが28回、ゆいちゃんが5回、心は11回。今のところ彩香ちゃんの圧勝、ゆいちゃんも心も歯が立たないようですね。お母さん、学校での出来事は全て報告する、うちの決まりなんです。はあ、先生、心のことをもっとしっかり見ていただけませんか。え、先ほどの下駄箱の件も今日まで知らなかったんですよね。はあ、申し訳ありません。あと、昨日算数の授業で心は何度も手を挙げたのに名前を呼んでもらえなかったって。え、とてもがっかりして学校から帰ってきました。お母さん、3年生はとても大事な時期です。どの育児書にもそう書いてあります。予習復習は家でしっかりやらせています。なのに先生、授業で何度も手を挙げているのに名前を呼んでくれないなんて。あの、呼びました。え、昨日の算数の授業ですよね。名前は呼びました。え、そうよね、心さん。うん。どういうこと？お母さんには何度も手を挙げたけど先生に名前を呼んでもらえなかったってそう言ってたわよね。うん。嘘ついたの？ごめんなさい。どうして嘘つくの？嘘ついたらダメっていつも言ってるでしょ。だって本当のこと言ったらお母さん怒るもん。本当のことって？あのね、入って手を挙げて先生に心さんって呼ばれて頑張ったんだけど答え間違えちゃったの。え、どうして？
前の日にお母さんと一緒に夜遅くまで勉強したじゃないの。ほら怒った。失敗したらお母さん絶対これ本当のことなんて言えないよ。それはあなたのためを思って。もう意味わからない。お母さんは失敗するなって言うし、先生は失敗を怖がらず挑戦しなさいって言うし。ああ、まあまあ確かにそうね。確かにお母さんと先生の言ってることがバラバラで迷っちゃったわね。私の説明が足りませんでした。申し訳ありません。まったく。あの、私失敗を悪いこととは思っていません。逆に低学年のこの時期に挑戦失敗、挑戦失敗、たまに成功、この繰り返しがとても大事と考えております。繊細な子は恥をかいて傷ついたりしませんか？確かにそれはあります。でも今なら私がそばにいてサポートができますし、何より失敗の経験から子供たちは多くのことを学んで強くたくましく成長してくれると信じてます。どうかしら、今の子供たちはとても弱いから。そんなことはないですよ。2年前の入学式から今日までお母さん思い出してください。子供たちはたくさんのことを乗り越えてきたと思いませんか？令和2年、世の中はコロナで大変な時でした。入学式、子供たちは期待に胸を膨らませてニコニコしながら登校してくれました。子供たちの笑顔を見てほっとしましたが、翌日から緊急事態宣言で2ヶ月の学校休み。その年は運動会なし、授業参観も遠足もなし、給食は黙って前を向いて食べる。いつも遊んでる公園の遊具はテープでぐるぐる巻かれて、これを見て子供たちの心と体大丈夫かしらってとっても心配になりました。そんなことありましたね。先生、私も話していい？あ、どうぞ。あのね、悪いことばっかりじゃなかったんだよ。え？そうなの？大好きなアニメが無料で見れたの。しかも見放題。心はずっと見てたわね。だって外で遊べなかったし、おばあちゃん家にも行けなかったし、好きなだけ見ていいよってお母さん言ってたじゃない。そうだったかしら。あとね、普段は仕事で忙しいお父さんがずっと家にいてくれたの。夕飯も毎日一緒に食べたのね、お母さん。そうだったわね。言われてみれば思い出すけど、どの出来事がいつだったのかもうさっぱり。保護者の方々は本当に大変だったと思います。力が入りすぎていたのかもしれません。悪気はなかったんです。本当です。とにかくこの子を守らなきゃって。わかります。どんな世の中になったとしても前を向いてキラキラ輝いていてほしい、それだけなんです、私の願いは。ダイヤモンドになればいいんだね、私。え？だってキラキラ輝けばいいんでしょ？ダイヤモンド。素敵ね。本当にその通りだわ。でも心さんは今のままで十分キラキラしてるわよ。本当？じゃあ今日の宿題はやらなくていい？それはダメです。もう心だ。心ちゃん。チャオチャオドラマ、今日のテーマはダイヤモンド。コロナ禍、いや本当ね、今あの聞いてて思いました。周りのお父さんお母さんとかも、うん、あの私はまあ子供いないですけど、子供を子育てしてるママ世代なんですよね、うん、今の年齢、私の年齢って、うん、もう守ることに必死、うん、子供を、うんうん、なんかもう怖いし、コロナでかかっちゃって、うん、もし子供に何かあったらっていう、うん、でも守ることに必死になりすぎて子供にダメダメって言ったりとか、うん、まあ、もちろん外で遊ぶのもダメだしとか、うん、結構躍起になっちゃってたわみたいな友達もいました、ね、うん、あとはそのマスクをつけさせることに対するなんかこう、こんなことさせちゃっていいのかなとか、うん、子供がなんかどんどんこう喋らなくなってるなとか、うん、そこに危機感を感じてるママとか。実際でもそのマスクしててさ、意思疎通しづらいだろうな、うん、あの
目もさ結構感情とか伝えれるけどさ、うん、やっぱ顔全体のなんかほんのちょっとの動きってわかるじゃん、ね、うん、あれないので子供たちって大変だろうなと思って、うん、むしろ本質見てんのかなその方が。どうなんだろうな。どうなんだろう、ね、まあ、そういう風にいい方にね働くといいですけどね、その本質を見に行こうとしてる、うん、そういう能力が養われてたらいいですけど、うん、大きな声を出せなくなってるとは聞きますよね。それね、まあ、もちろんねそれ一部の情報なのでみんながみんなそうかっていうと、うん、そういう傾向もあるっていう、うん、か子供なんて叫ぶのが仕事だみたいな。いや叫んでほしい俺。で大きな声出すといやまあちょっと唾液が飛ぶからみたいな、うん、ストップみたいなことも、まあまあ、そういう時期もあったんだろうなと、うん、まあ、でこれからねちょっと連休明けねまたちょっと増えたりもいろいろありますけれども、うん、まあ、あのかんいろいろかんなんだろうな強く育ってるんじゃないかと思いますけどね。多分な、うん、こうやって小学校入ったけどいろいろ制限されちゃって、うん、でもその中で工夫をしたりとか、うん、今ケニーさんが言ったように本質を見抜きに行くとか、うん、なんかそういうね違う能力がうん、養われてるといいな。そいつらがね大人になった時あの聞きたい。確かに、うん、どんな風な今得意分野なってるとかっていうの。逆にさ真央ちゃんも大学入って、はい、多分普通のなんていうのかな一般的な大学生っぽいことができないことも多かったよね、うん、いや本当に、まあ、経験はちょっとはしたんですけどまず入学式からなかったので、うん、大学生ってなんだろうみたいな、うん、これって大学生なのかなみたいな思いますね、うんうん、なんかコロナ禍に工夫したことある、うん、なんか生活の中で工夫というよりかはちょっと言い方悪いんですけどコロナ禍を満喫しました。なんかやっぱ学生高校生の頃まではもう毎日が学校で朝から夜までやることがあって、うんうんっていうのがあったので、うん、コロナ禍になってやることがなくなって、うん、すごい私はなんだろう心の健康を大切にしました。リラックスしてやっぱだから母とも話す時間も長くなって喧嘩とか一切なくなりました、うん、本当にもう思春期終わってても喧嘩してたので、ね、まあ、それが思春期だったのかもしれないんですけど、うん、はい、やっぱ余裕がなくなっての喧嘩がなくなりましたね、うん、あー家族との会話 ね、この今も劇の中にありましたけどね、うん、家族との時間が増えたりとか、うん、っていう方も増えて、じゃあ実家に帰ってたの？あ、最初の一人暮らしの家にいたの？大学最初の1年生の頃はあのリモートだったので、うん、一人暮らしする必要がないので、なるほどね、はい、実家にいたんだ。あ、そっか。確かに今日大学生なんてどんどん出てくじゃないですか家、うん、今日飲み会だからとか今日バイトだからみたいな、うん、でも強制的に出るなと言われ、うん、そうなんです。家で授業を受けろと言われたら、うん、確かに家にいますよね。います、ね、で必然的に会話が増える増えるんだ、うん、そういういいこともあるな。それもありなんだな。ありました。なるほどね、うん、そうか、うん、それそれでいいことだったね。そうですね、やっぱ妹と2人でお留守番とかもあって、うん、やっぱ2人でお昼何にするって言って作ってたベランダで食べるみたいな。いいね。なんか楽しかったですね。なんかちょっと羨ましくなってきますね。それでもね、もう一回やる。素敵だわ。、うん、コロナたまにはだってなんかさ出て行きたくなるじゃないですか、うん、大学の時って、うん、でいろんな経験したいって思うタイプの人って、うん、多分めちゃくちゃ詰め込んで、うん、とりあえず外に出てみたいな、うん、だってね高校時代は出られなかったっていうか部活しかできなかったから、うん、みたいな人が、うん、うわって外に出始める時期をパタンとシャットアウトされると、そうだよな、逆にこう何ていうの自制の時間っていうか自分で考える、うん、物事を考える時間は増えてるかもしれないですね、うんうん、そうかもね。コロナ禍のね大学生は、なるほど、小学生もだけど面白いね。それにしてもうまかったなこの渡辺ちゃん、渡辺ちゃん琴音ちゃん、まあ、里子ママもうまかったですけどね。琴音ちゃん小学校3年生ですよ。小学3年生でできんだな。未来が楽しみです。大したもんだわ。ということでチャオチャオドラマは葛飾区民の方にいろんなね劇団の方に脚本から書いていただいてラジオドラマ展開していただいています、うん、いつか宮本真央監督のラジオドラマが聞けるかもということで、もう帰ったらすぐ書いてみます。いいね。いいですね。いいね。ね、またちょっと映像とはね違う視点で、はい、脚本も書いていただければと思います、うん、ではまた来月もチャオチャオドラマどうぞお楽しみに。備えちゃお、備えちゃお。
備えちゃおうということで防災の輪のお時間です。この時間は葛飾区民の方にご出演いただきまして、うん、防災なんかやってますかとか、その方がやっているね、うん、活動についてお話をお伺いしております、うん、今日は水元在住の鎌賀龍太さんです。よろしくお願いします。鎌賀さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんかブルースバンドのボーカルみたいな声してますね。めっちゃいい声ですよね。そうですか、ありがとうございます。これ絶対うめえぞこれ歌ったら。歌歌います？いい、歌はないですね。歌はない。あ、そうですか。すなんかこう一節、はい、ローリーって言ってほしいな。本当ですか。そう、はい、まあ、そうだね。今言うローリーって言えばいいですか。さすが。今ちょっと間があったじゃないですか。いいね。はい。いや絶対言ってくれるんだろうなと思って。うん、あ、ありがとうございます。もうなんかね決意をね感じた今。いやそう。もうさすが。やるね。ありがとうございます。鎌賀さんはですね、うん、もう私の大好きなお店のオーナーさんで、ほう、ありがとうございます。もう何年、10年、もう本当に綾瀬、今は綾瀬と亀有と金町、うん、はい、と北千住ですよねお店。そうです。ほう。なんていうお店。お店の名前それぞれ違いますよね。じゃあ北千住はそれぞれ違うはビストロオカミです。ビストロオオカミ。ほう。で、はい、綾瀬はは山賊です。山賊で、はい、綾瀬亀有は亀有は山賊ウリーボです。山賊リーボウリーボ、はい、ウリーボで金町は金町はビストロオオカミ2です。ということで北千住ね、同じコンセプトのという感じで、はい、やたら野生感あるな。確かにもうだって鎌賀さんが野生感めっちゃありますから、はい、ロンリーだもん。俺はロンリーだから。確かに聞いたことない。お店の名前の決めるなんかコンセプトって何なんですか？いや特に直感でいつも決めてるんですけど。直感なんだ。直感で野生児なんだこの人、はい、そうなんですよ、はい、この野生児はこの野生児は葛飾で生まれ葛飾で生まれたんですよね。葛飾で生まれてます、うん、はい、でもずっと葛飾にいらっしゃって、うん、でこの葛飾界隈でお店を展開されている、うん、野生児でございます。ほう、美味しいんですよご飯。あ、そう、おすすめメニューは？おすすめメニューはね、うん、看板メニューみたいな黒板メニューだ。毎月変わるんです、うん、はい、内容がっていうメニューがあるんですよ、うん、でそこのメニューを毎回行くたびに全制覇するっていうのが私たちの目標で、うん、まんまとハマってんだ。それでそう、ほんとハマってる。いつもありがとうございます。次は何かなって。あれ、もともと鎌賀さんは飲食業界なんですか？始まりは、もともとは違うんですけど、うん、もうでも自分でやって17年なんで。まあ長いな。はい。じゃあで内装とかもご自身でされてるんですよね。そう、あ、そうなんですよ、はい。はあ、まあ、前職はインテリアとかそういうことやったんですけど。はあ、はあ、はい。なるほど。ボード張りとかやってたんですか？どっちかというとそっちじゃなくて輸入雑貨とかそういう系の仕事。なるほどね、はい。まあ、野生児なんでそっちの方が、ありがとうございます。そういう風には見えますけど、はい、もう俺の中で完全に野生児だわ。あ、見た目も野生児です。ね、野生児なんですけど、うん、野生児なんですけどっていうのはおかしいですけどね、はい、顔が、うん、はい、なんかね口元が可愛らしい感じなんですよ。なるほど。私の印象ね。あ、本当です。すごいもう野生児ドーンって感じで、うん、うっすって感じだし、うん、男気あるんですよ。さすがオーナーだなと、うん、ね、何店舗も展開されるオーナーだなと、うん、でもねちょっと笑うと可愛らしいんですよ。なるほど。これが素敵なんですよ。この野郎って感じで。いや、そうなんですよ。で、この鎌賀さんはでも私すごいね、うん、一度聞いてみたかったんですけど、うん、なんか、はい、きっとね譲れないものみたいなの、人生で譲れないものみたいなのお持ちなんだろうなと、うん、はい、なんか、はい、座右の銘じゃないですけど、なんかすごい、はい、すごい強固なものをお持ちなんじゃないかなっていつも思ってるんですけど、なんか持ってます？まあ、強固なものっていうのは自分のやりたいことを、うん、努力し続けるっていうことですかね、自分の信念としては。はい、それぐらいです、はい。これすごいさらっとおっしゃいましたけど、うん、やりたいことを貫くそのための努力ってめちゃくちゃ大変ですよね。大変よ。いや本当に、本当。ちなみに防災って何かやってますか？野生児だからね。防災は意外とやってて。おマジで、はい、倉庫を借りて。倉庫？
もともと会社に倉庫があるんですけど、お、はい、あのそこにあのお水と、うん、あの非常食と、うん、あと携帯のライターとか、うん、あのたくさん集めてます。ほう、はい、意外に結構やってる。なんでやってるんですか、やり始めたの。あのやっぱ福島の震災を見てですかね、はいはい、まあ、電気も使えないとかそういうふうになった時に、うん、はい、なんか考えうる限りは貯めとこうと思ってはいます。考えうる限り、なるほど、聞きてー。山賊に行ってください。山賊行ってオーナーに。キャンプとか好きなんで。あ、なるほどね。はいはいはい。あ、私もそっち派です、うんうんうん、どっちかっていうと。あ、はい、一緒ですね。なるほどなるほど。その延長でやる。ほー、うん、いいね。あ、なんか鎌田さんやってそうだなとは若干思ってましたけど、やってそうですか。やっぱりやってんだ。はい、はい、結構意外と慎重なんです。はい。亀有とかあの辺で被災しそうになったら鎌田さんとこ行きゃいいな。お店に行けばいい。な。はい、あの水元公園に集合してもらえれば。なるほど。あ、水元公園に行きゃいいと。一応はい、なんか困ったら知り合いには水元公園に集合ねとみんなに伝えてあります。わかりました。じゃあ行こう。私たちも行こう、うんうん、あの、はい、僕お顔を知らないんでロンリーって言いますから、はい、あ、ただ僕もロンリーって返します。2回目より声でかくなった。もう慣れてるから。ありがとうございます。対応力すごいわ。ありがとうございます。鎌田さん、なんか無茶ぶりも。いいえ、こちらこそ。いい、大丈夫、楽しかったです。いや本当すごいですよ、うん、今度からお店に行きましょう。よかった、それが一番だ。はい、待ってます。ありがとうございます、はい、今日の防災の輪は、今は水元在住ね、何かあったら水元公園に集合と言ってくださいました。鎌田さん、わかりました。ご出演ありがとうございました。また行きます。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、こちらこそありがとうございます。かつぼうそんなやちゃをお送りしてきました。エンディングのお時間です。今鎌田さんご出演いただいて防災のこと聞いたじゃないですか、うん、なんでやってそうって思ってたかっていうと、すべ、うん、てが自分ごとなんですよ。鎌田さんって生き方が、そういうイメージがあって、はいはいはい、勝手な私のイメージ多分そうなんです、うん、だから防災ってなったと災害が起きた、うん、じゃあ自分でやらなきゃ誰がやるっていう感覚が何事にもあるんだろうなと、うん、だから自分の店、自分がやらなきゃ誰が盛り上げる、うんうんうん、この世の中自分がやらなきゃ誰が盛り上げるみたいな感覚がすごい、どこに対してもあるんだろうなと思って、そんな印象の鎌田さんでした。なるほど、ね、ケンジさんもそういうタイプじゃない？あ、もうこんな時間だ、やば。アウトドア好きな人とか多いかもしんない。あ、全部ね、そういう何かやるとなったら自分でやるぞと、うん、自分で決めたいっていうか。あ、そうですね、うん、で自分でいろいろその失敗もしたいの、うんうんうん、じゃないと分かんないからさ。確かに。さあ、あなたは自分ごとに防災もなっていますでしょうか、うん、あなたも一緒に、この後も一緒に備え、チャオ、また来週。もう終わりか。そうですよ。グッバイ。